作家である時代はヨ子という美人の弟子をもらって浮かれていました。しかしヨ子は京都で恋人を作って遠距離恋愛を始めてしまいます。嫉妬した時代は酔っ払ってトイレで寝たり、ヨ子の手紙をこっそり見て肉体関係がないかチェックします。すると恋人である田中が東京にやってきます。時代は帰るように説得しますが、言うことを聞かないのでヨ子のお父さんを故郷から召喚します。 このお父さんが東京にやってくるとき、機関車が事故を起こすのですが、何の伏線でもありません。二人がか,かりで田中に帰るように説得していると、よしこが帰ると言い出してしまいます。しかも、田中と肉体関係があることを告白。時代は、だったら俺も手を出しておけばよかったなぁと正直なことを思います。結局、よしこは父と故郷に帰ります。よしこが帰った後、時代はよしこの布団を敷いて、よしこの着物の襟を汚れたところの匂いを嗅いで、 泣きながら寝ます。